皆さん、こんにちは。俳優綾野剛さんらに対する暴力行為等処罰法違反、常習的脅迫など5つの罪に問われ、3月に懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けた元暴露系 YouTuber 国会議員のガーシー東谷義一さん。今回はガーシーさんの落語家宣言と皮肉、母親や家族について紹介します。ガーシーさんは4日夜に東京新宿歌舞伎町のトークライブハウスロフトプラスワンにて、幻冬舎の編集者で実業家の箕輪厚介さんと共にトークライブを行い、落語家転身を宣言したと週刊誌が伝えています。ガーシーさんは3月に有罪判決を受け、パスポートの発給が停止されている状況で、5月に再び SNS アカウントを開設してライブ配信などを行っているのですが、最もリスペクトしている人に今後をどう生きていくかを相談したところ、話術を生かして落語家の道に進むことをアドバイスされたそうです。ガーシーさんはイベントで、もう暴露はやらないと改めて宣言した上で、 SNS も仕事の一手段で、落語家と聞いた時に俺にしかできひんちゃうか、向いているなって、名前も東照亭ガーシー、東西南北は東から始まるプラス名前の1文字が入っている、ショウで笑いと幸福、新しい太陽が昇るように笑いを持って人に幸福を与えられるようになれたらいいねという意味合いでつけたと講座名も明かしたといいます。落語家になるにはプロの落語家に弟子入りし修行を積むのが一般的ですが、ある落語家と話をした際に、もう東さんぐらいの知名度があったら人の看板はいらない、自分で看板を上げてください、創作落語をやったら絶対いけます、寄席とかも呼ばれますよと言われたとのことです。それを受けてガーシーさんは弟子入りはせずに落語を学び、10月のデビューに向けて落語の勉強や話の作成をしているといい、英語、中国語も取り入れて海外の活動も目指していくそうで、ガチでやっているから茶化すつもりはない、本気で笑いを取りに行こうと思っているし、一回ちょっと見てほしいと意気込んでいます。またガーシーさんの落語家転身宣言に対してネット上では、そんな簡単なもんじゃない、落語舐めすぎだし甘すぎ、落語協会ってガチガチ組織に固められたとこで、ガーシーが落語家と名乗らせてもらえるか、どこの小屋がガーシーに講座の場を与えてくれるんと素人の思いつきで言ってるだけな気しかしない。落語家も随分舐められちゃったな、さすがに寄席には呼ばれないでしょ、落語より漫談になりそうな気もするし、などと数多くの批判の声が上がっています。そしてガーシーさんの落語家宣言に対して、落語関係者からは称賛のようなコメントを送っていますが、実はこのコメントは皮肉を言われているのではないかと言われています。というのも、先ほど紹介したもう東さんぐらいの知名度があったら人の看板はいらない、自分で看板を上げてください、創作落語をやったら絶対いけます、寄席とかも呼ばれますよというコメントは、裏を返せばあなたのところには誰も弟子としては入れないよ、勝手に一人で落語ごっこでもやっておきなとも取れるのです。ちなみに落語家として業績に出るためには、必ず誰かの弟子にならないといけないのです。どんな大真打ちや名人でも、生まれた時から落語家という人はいません。一つの方法として、寄席や落語会に足しげく通って入門したい師匠を探します。中には知人などのつてで師匠を紹介してもらえる場合もあります。弟子になったらその師匠とは一生師弟関係になる。出演している寄席の楽屋口で町落語への情熱や師匠に決めた動機など自分の熱い思いを伝えます。弟子入りが叶うとそこから前座見習いとなります。なので弟子に入らないで落語家になるというガーシーさんですが、それでは寄席に出られないということです。つまり誰もガーシーさんのことは相手にしておらず、落語家を舐められたことに腹を立てているかもしれませんね。他にも落語家の桂空寺さんは X にて、ビッグネームの新規参入、面白い、だけど落語家にはなれないだろうし、師匠に弟子入りするのって知名度とか看板とか
そういう問題じゃない。ぜひ落語愛好家として落語を広めていただきたい。かなり期待してます。我々プロの落語家も違いを見せるチャンスだね。と落語家ではなく、あくまでも落語愛好家としてたしなんでほしいと落語家の厳しさを皮肉交じりに提言しています。ネットでもガーシー落語家転身って聞いて、落語が好きなものとしてはすごい複雑な気持ちでいっぱい。自分で屋号を作るあたり、師匠になってくれる落語家さんいなかったんだろうなと勘ぐってしまう、と同じ見解の人もいるようです。最後に母親や家族についてです。ガーシーさんの家族構成は、母親、祖母、妹の3人、父親もいらっしゃいましたが、残念ながら亡くなられています。それでは詳しく見ていきましょう。まず1人目は母親です。母親は77歳の専業主婦で、2023年1月のお正月にドバイへ訪れていた様子がガーシーさんのインスタグラムにアップされていました。ガーシーさんの性格は母親譲りなのかもしれませんね。そんなガーシーさんのお母さんは大のジャニーズ好きなのだとか、お母さんのためにジャニーズのチケットをプレゼントしていたというエピソードもあり、ガーシーさんはとても母親思いの方なのだと思われます。母親からの信頼も厚いようです。やはりガーシーさんも一人の人間、家族への愛情というのはしっかりと持っているようです。兵庫県伊丹市の集合住宅に住んでいるという、お母さんはガーシーさんのことを心配もしていました。いやね、私あの子がやっていること、ガーシーチャンネル見ていないんですよ。見るのが怖い怖い、もう一切見ない。そんな怖い話、暴露とか一切、あの子が何したとか聞きたくないね。あの子が恨まれるのがやっぱり嫌やね。もう50歳のおっさんやのに思われるかもしれんけど、それでも私の子やから。逮捕されてしまったことでお母さんを悲しませる結果となってしまったガーシーさん、それでも母親の愛情というのはきっと変わらないのでしょう。ガーシーさんの母親は韓国人で、口喧嘩が強いという噂もありましたが違うようです。動画内でガーシーさんは韓国のクォーターと話しています。実家がある兵庫県伊丹市には在日韓国人も多く、ガーシーさんも在日韓国人の友人が多かったとのこと。ちなみにガーシーさんの母親は社交的かつ喋りもうまく、口喧嘩では勝てないと話していました。もしかしたら母親は生粋の日本の関西人で、父親が韓国人とのハーフだったかもしれませんね。2人目は祖母です。ガーシーさんにはなんと102歳の祖母がいます。すでに投稿は削除されていて確認はできないのですが、過去のインスタグラムに元気なおばあちゃんの動画がアップされていました。日本の長寿人口の一人なのですね。まだまだ長生きしてほしいですね。そして3人目は妹です。ガーシーさんには3歳下に妹さんがいます。妹さんは結婚されていましたが、夫の浮気が原因で離婚。そのことを知らされたガーシーさんは、正座させて待っとけと行って、韓国から飛んで帰ってきてくれたりと、妹に対しても母親同様頼れる存在だったとのこと。ちなみに妹さんも母親と同様よく喋るそうです。東谷一家の女性は強そうですね。最後に4人目は父親です。ガーシーさんの父親は高校の教師でした。ガーシーさん曰く、父親は無口な人だったそうです。そんなお父さんはガーシーさんが33歳から34歳の頃に亡くなっています。死因は自殺だそうです。競馬やパチンコといったギャンブルにはまり借金が膨れ上がって、当時勤務していた学校にも闇金などの借金の取り立てが来たことにより、仕事もクビになったことが原因のようです。お父さんが亡くなられた後も借金の取り立てが家族へ降りかかります。妹さんはその時の状況を、父がギャンブルで借金を作り自殺した時は闇金から借りていたみたいで、業者から督促の電話がガンガンかかってきた。借金の対処はお兄ちゃんが引き受けてくれて、死んだやつからどう金取るねんって言い返してくれて、返済しなくて大丈夫なようにしてくれたと、ガーシーさんは残された家族を守るため戦ったそうです。父親が亡くなったことで母親が落ち込む姿を間近で見ていたガーシーさん自ら命を絶つ行為に対して怒りを覚えるようになったのだといいます。自殺を選ばずに暴露を選んだガーシーさん、周りに多大な迷惑をかけているので正しい判断だったとは言えないでしょう。
反省しているガーシーさんが今後どのように行動していくのか気になりますね。今回はガーシーさんの落語家宣言と皮肉、母親や家族について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。